皆さんこんばんは。電の子天使チャンネルの電の子です。で、今回は少年ジャンププラスに連載している人気作品であるダンダダンのキャラクターについて掘り下げていこうと思います。漫画大賞2020年ノミネートされるほどの話題作品となり、今後おそらくアニメ化も十分あり得る作品だと思います。個人的に非常に面白い作品で、ネタ的な要素、感動、個性的なキャラクターなどバランスが良く、内容もそこまで難しくないので、幅広いファン層を魅了する作品だと思います。今回はね、以前投稿した主人公高倉健と綾瀬桃、この二人に加えてまた一人ね、結構長きにわたって、登場するキャラクターであり、結構キーになるキャラクターである綾瀬聖子について紹介していこうかなと思います。今回の動画を見ていただければ、そんなね、綾瀬聖子、ドドリアサンタですね、綾瀬もね、おばあちゃんなんですけども、こちらのキャラを知って、よりね、今後の展開予想だったりとか、もしくはこのキャラのもっと愛情が深まるようなね、そんな内容の動画になっていると思います。電の子天使チャンネルではアニメや漫画に関する情報、内容やキャラクターの掘り下げについての動画を配信しているチャンネルです。もっと作品を楽しめる、もっと詳しくなりたい、そんなコンテンツをお届けできるようにしていきます。ぜひチャンネル登録していただけると、電の子は頑張れますので、ぜひよろしくお願いします。では早速本題に入っていこうと思います。主人公のね、綾瀬桃の祖母である綾瀬聖子、芸名ドドリアサンタについてのね、詳細を解説していこうかなと思います。年齢は不詳で、職業は霊媒師になります。初登場時はテレビで変な仮面をかぶっていて、全部外していくという描写が描かれています。インチキやエセ霊媒師などと呼ばれています。その後にターボワーに取り憑かれたオカルンと一戦するんですけれども、その前にビジュアルに突っ込まれてほしいと思いました。思ってたより若いのとチャラチャラしている印象で、モモの回想のシーンでは顔が見えない感じだったんですけれども、性格もビジュアルも思ってたのと違ったので、ちょっと不思議とね、悪くないなと思いました。いざ戦ってみると、めちゃめちゃ頭のいい戦い方をしてくれると思ったら、いきなりパワープレイをしたり、強キャラ感はずっとあったかなと思います。主な武器は釘が刺さっている四角い石をぶち当てたりとか、鉛筆が出てきてネッシーの力と書いてあるバットを使って戦います。戦いの後はやっぱり経験があるのか、オカルンやモモを助ける助言をくれる姉貴のような存在になっていて、二人を真顔でおちょくっているので、クスッと笑えるいいキャラだと思います。第3話でね、最後にはテレビで言い合ったことが本当だったらしく、やっぱり本物だなと思ったのが第3話でした。第4話になると、ターボバーの本体にいるトンネルに行くために、ちゃんとした巫女さんの格好をしてオカルンやモモを装備させているシーンがあり、結構まともなことをやるんだなと思ったら、すぐにね、適当に戻ってしまいます。そんななんかメリハリがあるというか、ちょっとぶっ飛んだキャラなんですよね。この後のモモを抱きしめて死ぬなよという優しく言うシーンは、二人暮らしということもあるだろうけれども、いろんな思いが詰まったシーンだったと思います。その前にもね、大事な孫を死なせたくないと言っていたし、調子が良かったのも強がりなのかと思うと、好感度がやっぱ上がりますよね。でこの聖子は結界を張る系の霊媒師なんで、二人とは別行動し、トンネルの隣にある神越市っていうところで待ち伏せをしていました。神越市に入った瞬間、燃え尽きるタワーババアと自爆霊たちは少女の姿になって消えていきます。普通にね、トータルして強いおばあちゃんだなと思います。そこでもおばあちゃんはこの自爆霊やタワーババアのことをちゃんと調べていて、ここのトンネルの自爆霊は殺人事件の被害者だったということを、しっかりリサーチしてるっていう、そういうね、しっかりこう準備もちゃんとできるっていうタイプなんですよね。ターボババアがね、現れる場所っていうのは、理不尽な死を遂げた少女がいる場所っていうのも分かってました。その上でね、こんな手荒真似はしたくなかったと言いながらも、死者が生きている人間は襲ってはダメだとか、ね、力ずくで向こうへ送ってやらなきゃならねえとかね、霊媒師ならではの言葉をね、聞けて、まあ、このね、ストーリー上にも結構大事なことなんじゃないかなってことをね、要所でね、コメントしていくんですよね。まあ、この漫画ね、唯一といったらちょっとまあちょっと違うかもしれないですけど、ちゃんとした大人なので、言葉や言動、助言がやはり違うなと思います。これからもね、このポジションでいてくれることを祈りたいと思います。まだね、本気で戦うところを見たことがないですし、そんな原作ではあまり詳しく書かれていないので、謎が多い部分、どんな過去でどんな新しい戦い方や知識を追加してくるのか、心底楽しみとなっております。過去でもね、モモの両親のことは全く触れていないので、今後このことについて描かれていくなら、このキャラをよく知れるんじゃないかなと思っております。まあ、キャラクターについてね、非常に濃いキャラなので、大きい平行点はないんですけれども、まあ、現状でいうところの自分のテリトリーでしか力が出せない、そのテリトリー内なら強いから、作中だと、まあ、強さはね、トップになるんじゃないかなと、現段階では思っております。このままね、強さが、インフレが起きない限り、強いキャラでいてくれると思います。このままね、主人公2人の師匠のポジションをずっとやっていくのか、このキャラを殺して主人公のボルテージみたいなのを上げる役割になるのか、どちらでもね、今後の展開的にはありそうなので、熱くなりますよね。最近のね、話数でも、何気に聖子が言っていた言葉が、いや、重要やんっていうのがね、結構あるので、これからもね、聖子のね、何気ない会話とか、匂わせ会話っていうのも考察しがいがあるので、要チェックだなと思います。あとはね、やっぱここからなんですけれども、やっぱ聖子っていうのもこれだけ強くて、キャラクターも濃くて、結構愛着が湧いてきましたよね。
そうなってくるとおそらくこの おばあちゃんに何かしら危機がある可能性が十分あるんじゃないかなと思っております。結構ね、和気あいとしたキャラクター漫画なんですけれども、このオカルンとか、モモとかが強くなる上で、やっぱり何かしら犠牲というものが伴ってくると、やっぱ聖子、おばあちゃんということがあるんじゃないかなと思っております。まあおじいちゃんがもしかしたらいるかもしれないし、結構ねこの作品ってポンとこうキャラクターが出てきても違和感なく溶け込むっていうのがね、その漫画特有のこの旦那団のね特有の雰囲気だと思うので、もしかするとこの聖子に対しておじいちゃん、もしくは何かしら出てくるにあたってちょっと弱体化したりとか、このおばあちゃん守るために何かしら力をつけないといけないっていうね、きっかけ作りになったり、すごい考察をする上でも非常に重要なキーキャラになるんじゃないかなと思っております。まあなんですけどね、結局このやっぱネタ的というか、すごいぶっ飛んだキャラのこの雰囲気のキャラっていうのはやっぱ残し続けてくれないと、このダンダダンのね良さというか面白さ、テンポさっていうのはやっぱ出てこないと思うので、これからも楽しみに見ていこうと思います。ぜひね、この聖子について何か考察だったりとか、こういうキャラになるんじゃないかなっていうね、似ているキャラだったりとかあればコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。さようなら。